大阪府立西成高等学校は、大阪府大阪市西成区にある公立の総合学科高校。高校生急増期の昭和後期1973年に、西成区民の高校誘致運動4万人の署名を受け、府立90番目に新設された。義務教育レベルも含め、基礎学力を学び直し、社会人として考える力、生き抜く力を身につける。 エンパワーメントスクール発行の一つ。知的障害者を受け入れる取り組みが昭和50年代から行われ、2006年から知的障害生徒の自立支援コースも設置されている。1971年誕生の黒田革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に新設した不立高校の一つ。1973年度だけで、 開校13校が計画され、各自治体が地元誘致運動を進める中、西成区民の高校誘致運動4万人の署名を受け、第2本宝石木津川工場跡地を転用し、府立90番目として設置された。教育課程は、全日制課程で、普通課として開校したが、平成期の少子化に伴う大阪府教育委員会の府立高等学校特色づくり、 再編整備計画の対象校となり、2003年度より普通化総合選択制に改編。人文、社会、地域、国際、生活、健康、福祉、介護、科学、情報、芸術、文化の6つのエリアを2009年度から人文、理数、スポーツ、健康、福祉、人間、保育、教育、IT キャリア、造形、 表現の6つのエリアを設置し、また、知的障害生徒自立支援コースのカリキュラムも改編され、就労やビジネスマナーの習得、基礎学力保障などの時間が設置されていた。2014年度から総合学科に再び改編。絆、段、石の3つの系列から多彩な選択科目により、様々なことにチャレンジできるとしている。また、 エンパワメントスクールとして、生徒に1年次で、通常1から2次元の時間帯に30分間3次元のモジュール授業を導入。週5日間、国語、数学、英語を毎日、中学校の内容に遡って学び直すようになっている。生徒につけたい4つの力基礎学力の徹底定着と潜在能力の発掘自らの人生を設計する力を育成人と繋がる。 共同の営みを通した他者への関心、愛着、信頼感の情勢ルールを守り、自分の感情をコントロールする力の育成1970年代工場の跡地利用について公営住宅や公園の建設などの構想があった中、子供の将来を優先し、西成区公立高校新設推進協議会が結成。西成に普通科の公立高校をという地域の 誘致運動により1974年に開放された。当初から人権を大切にし、差別やいじめのない学校を目指し、解放教育を教育の柱と位置づけており、ブラック解放教育、在日韓国、朝鮮人解放教育、障害者解放教育、女性解放教育を4つの柱として取り組んでいる。ブラック放教育では、ブラック差別について、 ホームルームでの学習に加えて、童話地区を抱える西な何は、住吉、先行の部落解放同盟各支部と連携し、解放小学生集会や地域見学を行っている。在日韓国、朝鮮人解放教育では、1976年度より、朝鮮語授業を開校。学校行事の文化祭でもクラブ活動、朝鮮文化研究部らが、 扇の前などを披露するほか、中国からの帰国子女やフィリピンなど外国籍の生徒も入学しており、国際理解や異文化理解教育にも取り組んでいる。障害者解放教育では、開校当初から障害のある生徒が多数入学しており、4月最初の HR で仲間紹介、9月クラス別 HR 実施するなど、障害生徒へ理解と仲間づくりを推進。 女性解放教育では、1975年から、家庭科の男女教習を行ったり、性差別や、セクシャルハラスメント、ドメスティックバイオレンスなどの問題について、HR で取り組んでいる。長年、4つの柱で取り組んできた西成高校だが、新聞に掲載される事件は2004年に2件、起きるなど、教育困難校ぶりは変わらなかった。 大阪府の高校中退率は2.4%で、全国ワーストだが、西成高校の中退率は20から30%。原因として、授業料や、教材費を払えない、経済理由はもとより、幼少期からの生活習慣や、学習習慣、コミュニケーション力の不足、教育に対する、保護者の関心の低さなど、家庭の貧困による、間接的な影響を受ける例が多い。 高知のある西成区の北西部は、中学生の一人親家庭率が3割、就学援助率5割、生活保護家庭2割となっており、いわゆる貧困の連鎖が生まれていた。そこへ2003年度の普通科総合選択制、改変後、教員も、学年や文章ごとにバラバラな状態だった西成高校に2005年に着任した教頭の山田勝次と2006年に、 着任した校長の前ヒ子がリーダーシップをとり、生徒に対した箱や遅刻防止、頭髪指導などを徹底。家庭訪問やカウンセラー依頼など本来は中学校で行う生徒指導を徹底。また1年生の総合的な学習の時間に格差の連鎖を断つをテーマに授業を行い、近隣の鎌ヶ崎、愛林地区で暮らす日雇い労働者や野宿者について学んだり、実際に ホームレスから話を聞くなど、反貧困学習に注力。学校だけでは解決できない格差問題について、生活に切り込み正面から関わるスタンスを公的に打ち出したことで、本校が変わる天気になりましたという。反貧困学習は元より、校内に居場所カフェを設置。生徒が飲み物を飲みながら、気持ちをのんびり落ち着き、 ゆったりと保つことができる居場所支援の仕組みで自分について語り話すことで考えを整理できる空間となっている。食事抜きで登校する生徒に配慮しパンとコーヒーを提供する朝カフェも行われている。また、西成区を拠点とする一般財団法人ヒューマンライツ教育財団が西成区で各種の支援事業を展開。2014年から 高校中退者の再チャレンジ支援事業として中退者をサポートしたり大阪府教育委員会の委託のキャリア教育支援事業の一環として西成高校にキャリア教育支援コーディネーターを派遣したりしている2009年6月にはこれら教育実践をまとめた書籍半貧困学習格差の連鎖を断つためにも出版 2021年1月25日には NHK 総合テレビジョンのドキュメンタリー番組逆転人生で貧困の連鎖を立て西成高校の挑戦と題して放送されこの番組がギャラクシー賞1月度月間賞に選ばれているありがとうございます